アイ、イディ、イディ、なんて読む本当に、君たち。全然わかんないわ。あれ、また足の裏になんか刺さってない。ちょっと待って。あ、刺さってない。刺さってんのかなと思ったわ。激痛が走ったから。刺さってない方が怖くない？こうなってくるとじゃあ。ようこそいらっしゃいました。こんにちは。私たち3人がお相手させていただきます。ありがとうございます。ということで、麻雀海岸物語、麻雀狂時代セクシーアイドル編やっていきたいと思います。前回まで、まあ、何回かチャレンジしたんですけども、どうやら、クリアするには、3局で、3回戦で、合計120点取らなきゃいけないみたいなんですよ。かなり難しい。かなり難しいんだけど、頑張っていこうかなと思います。で、特にルールとか、まあ自分に課してないんで、とりあえず視点移動なしのゲームスピードはマックスで効率重視でいきましょう。キー操作片手量と、これがよくわからない。エンドール。エンドール。なんなんエンドールって。あと、ルールコンフィグもできるんですよ。まあ、でも正直何も変えなくていいかな。基本ルールありありの一発、カンドラ、いいんじゃないですかこれで。まあ、得点、全体的に点数が高めになる設定ではあるので、いいかなと思います。とりあえずじゃあ、これでいきましょう。エンドール。エンドール。で、もちろん難易度は、上級でいきましょう。さあ、いきますか。これね、配信の都合上、キャプチャーの都合上というか、なんかバッて始まっちゃうよね。ローソー、いらないね。ウォーピン。まあ、いらないよね。でも、まあ、持っとこうか。やっぱ、ハイ効率だけを重視していきたい。わー、なるほど。チート用も見えてきちゃうな。パワンから来てるか。まあ、ブクブクにね。いいんじゃないですか。で、ウーソーとか来たらね、とりあえずはそれで使えるわけだから。三蔵？もうこの時点で食いたんがちょっと、あ、食いたんいけたな、余裕で食いたんいけたな、これ食いたんいってもよかったな。ここら辺の判断が遅いね。さあ、もう相撲盤がないぞ。チーして、これロウソ切っといて、これポンして、スーソー、これで消えて。やっぱりね、この脳天バップかなり痛いから、しっかりテンパイさせて、おお、みんなテンパイ、あぶねー、あぶねー、一人マイナス3000点、ほらでかいでしょ、でかいのよ。しっかり K 点取っていかなきゃダメ。大人の麻雀見せていこう。やっぱりね、その K 点をね、こうかっこ悪いと思ってしまったらもうダメよ。それはもう麻雀打ちじゃない、ただのパズルゲーマー。パズルゲーマーと麻雀打ちの明確な差だよね、そこが。何パズルゲーマー。ドラは3番か。後付けありだけど、俺本当にやりたくないんだよね。パーソーポン。13579みたいに、カンちゃんが、リャンカンちゃんみたいな。え？何？つぶらな瞳で。俺じゃなかったんだ。3番来ないと思うな、なんか。
4番チトンポン、あトンドラじゃない、いやーマジうわーニナキした早いど多分、いや早くテンパらしたい、うわー三風呂これはもうちょっと待てうわー想像した目ありえるな、全然ありえる想像した目、ちょっとお左が、あーなんで Q1、 もうやだこのゲーム、どうしてやだもうみんな投げキスしてくる、うわー痛い、重いよ痛いよ、ちなみに条件的には3曲しかなくて120点以上でしょってなると1曲40点取らなきゃいけないのよプラ40、そうするとね1位が絶対条件です、1位絶対条件の、だ1位を3回取るがまず絶対で、いやーあと3万点から4万点以上持ってなきゃダメだってね、確かピンフでとりあえず数ピンが来たら、一応老朽ピン待ちなんだけど数ピンが来たらチーピン切りで、あーまあまあね、これは上がっちゃいましょう、致し方ない、少しでも点数を高めるためにリーチするべきではというのはまあ本当にごもっとも、結果論うんぬん抜きにしてこの麻雀の場合はその方がいい可能性が高い、テンパったね、リャンウーソー待ち、うわー数層あたり一発だった、ん数層でもそうだよね、数層ローソーのカンちゃんだったら、カンちゃんじゃねえや、シャンポンだったら一発だった、まあ受けないけどね、役一つ落としてまでロン、あードロドロいいね、さあトップ目見えてきたよ、素晴らしい、トップ見えてきたよ、3万切りでいいんじゃない、想像が重なってほしいな、何か切っちゃうか、とりあえずこれでいいシャンテン、うわっこの三蔵引きは痛えな、うわ想像すげえくるな、想像の波が押し寄せてくる、ここでリーチ一発、リーチ一発、ピンフドライチやったぜ、16,600点、乗ってるいけるでと思っとくか、ダブトンだもんね、トイメンがシャアな嫌やった、おや2フード嫌な感じ、さあいいシャンテンです、G1 来たら一番いいね正直、まあこのトーン切っちゃおう、ローソンもいいや、うわーみんなすげえ強気、俺の親を流すために本気モード来た、テンパイパーワンでいいんじゃないですか、ちょっと一回パー見ますか、うんローワンの方がちょっと安全っぽいね、パーワンかな、別に壁になってねえや、全然サブローワン全然ありえるもんね、ニチャが根性いいのやめてほしいな、くそ、
とりあえず、まあ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 。おー、盛り上がってんな。ずいぶん。いや、なんでリーソー切ってるら、らっしゃい。提案でバロー畜生。落ち着いていこう。リャンそうだな。まずいね。いいじゃんて。はい、天敗。一応イーペックをつく可能性あるから、イースピン。うわー、積もりました。欲がない。この俺リーチかけなかったから来たんじゃないかと思ってるんだよね。そういうオカルトなところをちょっとね、俺はあんまりデジタルじゃないから。いや、てか半々なんだよな、デジタルも。そうなんだけど、デジタルやうんたらかんたら言うけどさ、結構そこら辺は都合よく考えてるわ。とりあえずイーシャンテン、シゴロの三色が一瞬見えたんだけどな。はい、リーチ。これはもう、これは長いから、次待つの。数層引きを待つってことになっちゃうから、もうリーチかけた方がいい。よーし、ロン。リーチ、ピンフ、ドライチ。いいじゃない。こういうね、堅実な手で常に上がり続ける、これが素晴らしい、これが強い。なんか久しぶりに俺は今自分の麻雀が打ててる気がする。羽が生えたわ、体が軽い、嘘のようだ。飛んでる、私飛んでる。なんかリーチってなってるな。トイメンか。ソースのピンズも危険だな。あー、テンパイだね。タイヤをだから、このまま。うわ、ソーズ。パーソめっちゃ怖えな。危ない危ない危ない。よかった、行かれたかと思った。ピンズ。カンローピン。さあ、ラストですか、ラストですか、これ。これラストですか。何4曲ラストです。警戒に上がりたいです。私は警戒に上がりたいです。うわあ、本一目が出てきちゃった。リーチ？まあまあ、一発で振り込まなきゃ、まあ。愚形なんじゃねえかなと思うんだけどな。あー、一応テンパイか。泣けばテンパイだね。ちょい。おー、つも本一ドラ1ドラ2ですね。いやー強い。あ、これは強いぞ。こりゃ強い。いけるいけるいける。ヤンガ。パワン。頭に使うとして、チーソーがもういらないんだけどな。ヤンワンが一番いらないな。なるほど。チーソーを切って、イーシャンテンなんだよ。テンパったな。何でもいいよな、正直。ちょっと待って待って、ちょちょちょ、ドラは3ピンね。老朽ピン待ちです。遠い面から上がる。リーチ、ピンフ、ドライチ。これこれこれが俺の麻雀なんよ、本当に。綺麗に上がり続ける、これが俺の麻雀。これを見せたかった、今まで。なぜかできなかった、この麻雀が。
春ポン染めるか。なんか左がマンズ切ってるんだよね。上茶がマンズ切りまくってるからマンズ余ってると思うんだよ。だからここはちょっと待って、トンはもう多分2枚切れてんじゃないの。ペイもハツも2枚切れてないわ。なんじゃこれ、なにこれ、テンパったんだけど。ローアマチュア上がってこいよ。積もれる気がするなんか。気のせいだった気のせいでした。いやーしかしいい、なんか今俺流れを自分で消した気がすんなこれ。うわ初止めてる、うわー初止めてるわこいつら。ここら辺がマジ本物だよな。しこしょんぱいだからなーつって初止めてんでしょ。やばー、どんな AI？ 雀荘のジジイの AI 積んでるじゃん。雀荘ジジイ AI 搭載なんて聞いたことねえよ。何雀荘ジジイ AI って、そもそもそんなこともあんのっけ。しょんぱいジジイ AI を積んでる、素晴らしい。固まった、びっくりした。いらないです。あーなるほど。じゃあこれは3腕切っちゃって、いや結局じゃあ3腕残してよかったじゃんってなるんだけどね、俺の想像ね。こっから先、うわー失敗した。なんじゃこれ、3番もあんこになったし。なんか俺やっぱ自分で流れを潰してる感じするな。リャンワンとナンです。いやこれナン止められてるね、間違いなく。ちょっと見といて、ナン持ってっかこいつら。おーまずこいつはペイを止めてるなんなかったわ、ごめん。ナンない、なんで。わーリャンハン縛りになっちゃった。ここに来てひりつくなぁ。まあリーチピンフでいいのよ、俺の得意のリーチピンフでいいわけ。ちょっと待って、リーチ単野でもいいの、最悪それはダメよ。6チッパの3式があるんだけど、わあまあリーチ単野かな、リーチ単野でいいんじゃない。まあリーチ単野でいきましょう。ローワン短期積もる積もる積もる、大丈夫大丈夫大丈夫。リャン縛りの親のリーチなんてみんな手出せないから。パワーワン切れんのかい、やばい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 、これやばくない。俺もう今多分、うわー突っかかってきてめっちゃ高くなった今か。突っかかってくるかね、根性いいの対面は。俺ね根性座ってるのかバカなのか分かんないから、麻雀は嫌いなんだよね。理解してる人だったらうわ根性いいなーってなるじゃん。理解してる人同士だったらそれ怖くないのってなんだけど、バカとやってる場合があるから、なんか平気で赤虎とかこう人のリーチにぶん投げてくるやつとかいるじゃん。だからああもうただのバカの可能性があるから何とも言えないんだけど、感知ガンが上がってんのかい。つもリーズモートンドライチ12000点、やったぜ。おらここでマジ一生分稼ぐぞ、なんとしても勝つ俺は。
もうこいつらを脱がすって決めてるんだ俺。全部脱がしてやる、ほんとに。うちの、この、だから、妹とか母親が、俺の部屋からさ、俺がパソコンに向かって、全部脱がしてやるって言ってんの聞こえたら、もう多分ほんとに、もうほんとに残酷なことになるよな。OK、リーチ、俺も。あっ、これリーチできないわ。だってリアンハンないもん。うわ、つぼっちゃった。ローソー待ち。うわっ、うわっ、リーチ初、結構でかい。9本旗か7本旗かがちょっと、うわー、プラ65、これはでかいですー。なるほど、で最下位の人を脱がせるわけだ。なるほど、じゃあカズミ、あんまり顔が可愛くないけど、イライラしてる。ほんと、しょうがないな。うん、なん別にあれだな、可愛くなくないな。もちろん美人ではないんだけど、友達から恋人の時間短く結婚するタイプだ。よし、やるぞ。何しよ、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 どうしよ、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 どうしたの、どうしたの、え、どうしたの、どうしたの、どうしたの、誰に向けてんのこれ、何これ、もうこれぐらいでいいでしょ。いや、俺が強要したみたいになってるけど、そうな、なんか許してぐらいの感覚だったけど、向こう、そういうこと？全然わからん。じゃあこの調子で、トータル120点目指して頑張ります。積もりそう、数値は積もりそうじゃない？来た、なんか積もるってわかるんだよね、こういう時って。わあ、ダブトンつくよ。これはもう染めてってもいいと思う。いや、この俺と喧嘩したやついるんか、まだ。それが怖いわ、逆に。ダブトン、こっちに差し入れさ、中継席。あー、一応ブクブク、一番広い形、これポンしてしまうとどうなる。ポンで頭ないじゃん、に差し、リース G1 走待ちないの。ポンして数ワン来たら3走待ちになっちゃうし、いや、ポンして、いや、いい、なんか変になる気がする。
あら、サブローワン待ちです。あ、来たー、ロンダブトン、いいね、久しぶりだ、ダブトンなんだ。ダブトン、ダブナンってかっこいいよね。まあ、ダブナンの方がかっこいいけどさ、前の麻雀ゲームでも言ってた気がする。テンパイ、スーチーソーマッチです。いや、これね、大切。今俺すごいいい判断だったと思う。もうどういう形であれ単ヤオがつくなって分かった瞬間泣く。この高速の判断、うーわんだね。これはローソー来たり、いやマジ何これ、うん、ダメダメ、まだ E1 引きのリーチがありえるから。わー、何これ本当に。山から切るか。はあ、まあいいや、テンパイや、テンパイ。これはとりあえずサブローソー待ちで、なんか俺が思ってた方の牌が全然来ないというか。うわ、高めです、サンキュー。リーチ、タンヤオ、イーペーコ、イーペーコも久しぶりだね。なんかこのゲームやってて E ペーコ上がったの初めてかもしれんわ。泣いた状態で E ペーコの形っていう風に上がったことはあるけど、 E ペーコになったの初めてじゃないか。 E ペーコもかっこいいよね。 E ペーコと三色ってやっぱりかっこいいと思うわ。 E ペーコ三色、そして一瞬で転敗、サブローピン待ちです。俺を止められるのかお前ら、この流れの俺を止めてみろよ。ゴミも積もれば宝の山よみたいな、なんか言ってたな、なんか徹夜で神父が乾杯する神父、よーく見るだけだからなあいつ。おー、いいピン、いいピン、いいピン、この世からいいピンが消え去るぞ。いや、いいんか、この世からいいピン消え去って。逆に安牌だから持っといた方がいいんじゃないかっていう説あったよね今ね。これ数層からな、いや参ったね。ペンちゃん、ペンちゃん、カンちゃん、ペンちゃんは好き、カンちゃんも好き。ペンちゃんやカンちゃんにその嫌悪感はないんだけど、パーソー急走じゃないか、なんかチーソー来ない気がする。チーワンは来そうな感じするんだよね。おお、マジやるじゃん。まぁ、ちょっと今ハイパイもツモも悪かったな、流れが終わった感じはあったわ。ボーナスタイム終了のお知らせではあった。まああんまり気にしない方がいいね。かなり連チャンさせてもらったし、まあ、安かったけどね、安かったけど、連チャンはさせてもらったんだから、文句ないっす。いや、これ、これも突っ切るよ、もちろん。ここら辺全く考えないで打つ。ここら辺止まらない。オッケー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 。どうぞどうぞ、みんなお好きにやってください。ナイスナイスナイス。ナイスでもねえな、追い上げてんな、彼。トイメンの彼、彼女でしょ、女性なんだから。すいません、ただポリゴンがすごくてさ、男か女か分かんない、多分女を模してる、女を模してるだけだよ。だから VTuber と同じよ、 VTuber と。
VTuber って顔面すごそうだよな、本当に。だあ、強い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 。しかし、まあ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 、ラス目の人が上がった分には別に俺は構わないんだけど、今何位曲でしょう。ナンバーに入りました。789の3式が一瞬見えたね。なんか来そうな気もするんだよね。チャンタとかマジでない、泣く以外でチャンタ上がったもんねえな最近。麻雀やってて、いやだからこれはこうです。いや合ってんね、今のは合ってる。今まで俺を見てる、俺から上がった。え、俺ロソ来てないよね。うわー、追い上げてきちゃったよ。さあ親だ、嫌な流れで親が来てしまってるな。いやー、このトイメンがちょっとノリノリだな。ノリノリで流そうとしてる。うわぁ、気色悪い。いいシャンテン、これはかなり。いや、いいシャンテン、いいシャンテン。しかもかなり良くなった。カモン頼む。いや、今数層切り間違ったな。あ、いや、数ワンね、数ワン切り間違ってはない。うん、いや、リアンソでいいや。おい、お前ら振り合ってさ、なんかその逆、うわ、100点差？ちょっと待って、100点差？今何点差だった？うわ、何3曲にして100点差。 M リーグでやったらもう大盛り上がりよこれ。なんなん君は、さっきからずっと泣き続けて邪魔してるけど、俺のツモ版をさ。じゃあこいつら、いやこれ悪いけど突っかかれないわ。ちょっと安全に打たすのだ。うん、バンズの下目。あー、リャンソーは正直まだありえるんだよね。イピンなさげよね。イピン、パピンもなさげ。どれから、どれから、ニチャ、ニチャから上がった。よし、ナイス。ここの判断ピカったなー、今完全にピカった。そうなのよ。いや今マジ大人な打ち回ししたなー。なんか麻雀、麻雀やってるー俺今。俺は今生きてる。最高にハイだわ。さあいいじゃんて、後継な形にしたい。一応俺が今 Q1 切っちゃってるんだよね。 Q1 引き戻したいな。あー、いいんじゃない、 OK です。いや待て、タイヤをついてるじゃん。タイヤをついてるから別にリーチしなくていいや。あ、スーチーワン待ちになるん、ん、じゃあローワン待ちになっちゃうんか。うん、ローアン待ち強いね。ローアン待ちでいこう。カモン。オッケー。これは勝負ありなんじゃないか。打ち回し方も素晴らしい。これで俺に流れが来ないわけがないんだもんね。
三蔵積もれる気配がないから、これはニャンソ頭にしつつ、いや、リャンソも切ろう。E ピンあたりが来そうだよね。ほらね。あれ？リーチかけれない。なんで？あ、ごめん。リャンさん、リャンさん、ごめん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 。やば。やばい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 。はず、はずはずはず。はずいけどカットしない。なぜなら、これも俺の可愛いとこだから。これ算数ピンでリーチかけまーす。じゃあお前気色悪い死ね。さあ2曲目は終わって96、あれめっちゃ良くない？あれまたかずみさん。いや俺かずみさんあんまりかずみさんあんまりなんだけどな、まあ、とりあえず見るか。これ前見たやつじゃない？多分。かずみさん、ああ、やっぱりな。階段で脱ぐやつ。こんなところで。しょうがないな。ということはだよ。全員、多分、3種類ずつあるってことだ。今回3曲すべて1位取るつもりだから、どうせだったら最後もかずみさんがいいな。ここまで来たら、ここまで来たらかずみさんで行きたい。かずみさんでフィニッシュしたい。いいよ、俺は許す男よ、いつだって。さて、2回戦終わった。で96、120点まではあと24点。頑張りましょう。うん、天敗。さあ、これサブロッソーでロースを高め。三蔵積もりそう。すごくない俺。なんか読めてるっぽいな俺。このなんか麻雀やって長いからかな。麻雀歴長くて、これが平場だからよ。積み込みとかないから、その雰囲気とかが分かるんよね。このエーペックスで足音とかじゃなく、わこっち側に誰かいるなみたいな、分かるみたいな、なんかゲームから発せられるこの何、電波をキャッチしてる今。電波体質って呼んでほしいわ。誰が電波体質だ。やかましいわ。参ったね。いや、ウーアンがねえんだよな。いや、これ K 点取ろう。うん。あ、チーして。小さく切って、オッケー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 、テンパイテンパイ。今日 K 点取るってのもすごい重要だから。うん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 。1500円って、1500点上がったんと同じだからね。K 点を笑うやつは K 点に泣くよ。リーチ一発で振り込んだ。お、面白いハイパイだな。俺オラに染めろってか。ポン。
ドラトンかい。トンかいや。ロン早い早いし高い。素晴らしくね。このスピードで小山食らったらもう本当にたまんねえよな。いや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 。なしてよ。しかもペーなんかで。三色が見えてるから三色は行きたいんですよ。そのためにはハツが頭になっちゃうんですか。ああハツが頭になっちゃいましたね。いいんじゃないですか。たまには。さあ三色チーワ待ち。おいこれ一発じゃね。あ一発じゃないか。リーチピンフイーペコやるね。俺の三色潰すた。いい時計だ。またなんか国士みたいな入ったけど、やたら自敗来るな。ドラシャーか。染めっか。ピンズに染めてみよう。ちょっと無茶したかな。たまにはでもこういう遊び心も必要だと思うんだよね。まあちょっと遊び心が。ちょっと待て、ちょっと待て、なんか、待て、よー、下茶じゃなくて、下茶か、下茶がちょっと、すごいな。ノリに乗ってる。誰だか知らんが。でも、麻雀やってる時の顔と、脱ぐ時の顔が違いすぎるんだもん、みんな。プロだから。さあ、テンパイ、ローソー待ちです。放送待ちです。積もりました。 OKOKOK。 とりあえず逆転。めちゃくちゃいいハイパイ、いいシャンテンです。テンパりました。これはさすがにサブロッソー待ちだね。うん、今本当に間違いない会長確認ね。サブロッソー待ちです。あまりにもハイが良すぎるからここで一回止まるっていう。わあ素晴らしい。リーチツモ、うわあドラドラやったぜ。跳ねまスーワンだね。いやリャンピンもいらねえんだけどさ。いやーローワン来てほしいな。キューワンがいらねえ。うわなんじゃこりゃ。ウーソー死んだな。あー面白い。いやこれめっちゃ面白くない。これ、イーシャンテンでしょ。これ、例えば、Q1 切ってリアンシャンテンにするのはどう。 Q1 切ってリアンシャンテンあるんじゃないかなと思うんだけど。サブローピンでしょ、イーススーピン。Q1 切ってリアンシャンテンあるな。これ、そうしよう。三蔵パーソー待ち。いやまあ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 よかったんじゃない。ドラドラついたし。いやなんかちょっと危うい打ち方だったけど、2回泣くとは思わなかったわ正直言うと。2フロ目が余計だった俺の中では。
でも明らかに数層とか俺のキーになる牌が捨てられてるのを見て、外から受けられる形、泣いて出来上がる形の方が強いんじゃないかなっていう感覚的なものね。それが正しいかどうかは分かんないよ。正しいかどうかはもちろん分からないんだけど、なんかまあ結果良かったんだから正しかったってことよ。あの感覚ってのはまあなんだろうな、多分数学的なものは多分合ってると思うんだよな、今の天敗。これはいい数走待ち、あんまり良くないいい数走待ちだね。あ、よかった、感しなくて。感するべきかなって一瞬思ったけど。オッケー。ラス目が上がるのはもう全然オッケーよ。許す。だって一回も上がれないで麻雀終わったらやっぱその人麻雀嫌いになっちゃうじゃん。ちょっとでも上がってさ、麻雀って楽しいなって思ってほしいわ。一回も釣れないとさ、やっぱり釣りって好きになれなかったりするわけだ。時間だけが過ぎていくなーなんて思っちゃったりするわけでしょ。それがかわいそうだなって私そう思うんです。なんか俺結構やべえとこ切ってんな、さっきから。まだ大丈夫だ。相当愚形なんじゃないかと見てるんだけど、ちょっと泣かせて。俺へえ、やる。あ、終わり。やったぜ。トータルプラ。おお、そして初めて、初めまして、ミミさん。映像を見せてください、よろしくお願いします。夏なの冬なの？暑いだろ。何飲んでんだこいつ。ファンタグレープ飲みやがって。いや暑いだろ。気候真っ赤。帰り地のロンティー、ワイシャツ脱いで。ああ、今、よく見かけるよな。こういう、わ、全然違った、俺が思ってた。こういう形の水着と思ったけど、全然違った。おいや。かわいいじゃん。かわいい。もう荒くて、映像が荒くて、正直顔全然見えないけど。120点以上取りましたけど。あ、負けちゃった。あなたって強いのね。あ、勉強しなくちゃ。ああ悔しい。今度は絶対負けないからね。かわいい。じゃあまたね、バイバイ。めっちゃかわいいじゃん。エンディング、何このもうウルトラマンのオープニングみたいな。わあ、やったー。麻雀海岸物語、麻雀教授対策しアイドル編、創作総編、村上へ、プロデューサー佐々木田村よ。やったぜー、コングラチュレーション。チーフプログラマー伊藤、プログラム中杉落合、秋田谷、なんて言うんだろうな、カズミ。いやー、すごい久しぶりに麻雀で熱くなったわ。なんかその脱がすことじゃなくて麻雀で勝ちたいと思ったゲームだったね。チーフデザイナー宮村、デザイン加藤、玉手、笠村、片桐、笠村じゃない、笠松だね。ミミが一番美人でいい人、いい野球選手と結婚するのはミミだろうな。撮影協力リゾートホテルラメール、衣装協力エルレパリス、キャスピー、分からんわ。広報高橋、奈良岡、ユース。メディニアネットワークは制作協力シネマハウト。何もかも聞いたことないね。いや面白かった、本当にめちゃくちゃ面白かったです。
麻雀海岸物語、麻雀教時代セクシーアイドル編。皆さんね、まだ僕も見れてないセクシー映像、エンドール。なんだエンドールって。最後まで。伏線回収していくやん。皆さんよかったらやってみてください。それではまた、お疲れ様でした。